ドライバーが曲がる人、飛ばない人、共通して、あれをしてない。っていうことをね、ちょっと説明したいと思います。よくね、皆さんね、見落としがちなところがあるんですね。それは何か。僕の言いたいのは、皆さん、インパクトの時に、ちゃんと、よし、新ジゴルフです。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。えー、今日はですね、 ドライバーが曲がる人、飛ばない人、共通してあれをしてない。っていうことをね、ちょっと説明したいと思います。これはね、今からお伝えすること、することによって、本当に皆さんのね、ドライバーが飛ばない、上がらない、そして曲がる、当たらないをね、解決する。すごくね、今まであんまり意識されたことないところと思うんで、ぜひこれ参考にしてみてください。この動画、高評価、チャンネル登録のよろしくお願いします。 これね、まあね、僕もね、長年そこまで意識をしてなかったんですけどね、皆さんどうですかね、ドライバーって、えー、飛距離を出そうと思ったりね、振ろうと思って、何を意識してありますうん。まあね、まあまあ、こう体をしっかり回していこうとかね、はい。早く振っていこうとかね、はいはい。そういう風になっていくんは当然ですよね。シャフトの硬さを感じて打つとかね、ありますよね。 バランスをね、こう重たいかなと思いながら売ってみたりとか、そういうふうなクラブのことに対しても頭を向けていくことも当然ね、大事なことになってくるんですけども、これね、よくね、皆さんね、見落としがちなところがあるんですね。それは何か、僕の言いたいのは皆さん、インパクトの時にちゃんとロフトをつけて売ってますかって話です。インパクト。 ね、ロフトとはこのね、ドライバーのこの角度ですけども、ちゃんとロフトをつけてドライバーを打ってる意識ありますないっすよね。結構これ皆さん少ないですよ。僕は結構インパクトをちゃんと、このロフトをちゃんとこう作ることを意識して、インパクトでしっかりこう言って、こうインパクトを今でも、ロフトをちゃんと作ってインパクトを迎えることは、めっちゃ意識します。めちゃめちゃ意識します。これ皆さんしてないでしょ あの、いかにドライバーを飛ばすために、早く振ろうとかね、考えたりとか、いかに強く叩いたろうとか思ったりして、こうね、クラブ自体を振ろうか、早く強く叩こうかだけであって、ちゃんとインパクトのロフトを作ろうという、この考えが、皆さん結構少ないです。これが、逆に言うと、インパクトのロフトをつけて打つことのメリットは何かっていうところですね。 なんでこなロフトつけなあかんの当然ね、球が上がるっていうことも大事な話なんですけど、このインパクトのロフトをつけることを意識することによって、すごく飛ばすことにも曲がらないことにもつながることがあるんですよね。よくね、僕も最近ね、円運動ですよと。視点、ここはね、視点があってヘッドがあって円運動ですと。そして手元っていうね、ところ、吸心力があるからヘッドの遠心力が働きますよっていう話をね、 えー、いろいろな動画でも僕説明させていただきます。ね。あくまでも、ずーっと立って、ヘッドが走ってくる。手元が止まるから、遠心力は走ってくる。ね。このままずーっと行って、手元が動かなくなって、ヘッドが走るから、ヘッドが走って、遠心力を稼ね。簡単には、このままからずーっと行って、こういう感覚でも十分遠心力は働く。いわばね、手元がいかに動かないようにするかっていうのはミソっていうところになってくるんですよね。これはやっぱりね、僕もインパクトね。こう 辛い位置が大事だよとかね。辛い位置を出すことによってボールスピードが出るよっていうことはね。あの、最近ね、20万回以上、23万回ぐらい、カーね、プラス50ヤード飛ばすっていうことでもお伝えしてますけども、この皆さん、インパクトにロフトを作るっていうこと、ぜひやっていただきたい。ここが欠けてるんですね。でね、インパクトでロフトをつける。そしたら、えー、何がいいかっていうところですよね。で、逆に言うと、 ボールが曲がってる人にボールが飛ばない人、そしてドライバーが苦手な人、大半、そうですね、僕がレッスンしてるのも80%以上の人は、インパクトは必ず手元が先行してこうなってる動作が多いです。はい。まあ、はっきり言って、ハンドファースト信者という申しますか。アイアンでもね、ハンドファースト打たなきゃいけない。ということで、ドライバーもね、体から引っ張ってきて、ハンドファースト打たなきゃいけないっていうね、 この意識を持つからこそ、もうロフトも立ってしまう。もしくはクラブ寝てしまう。で、ね、ロフトをちゃんとつけようと意識が全くないですから。まあんまりね、こういう風になってしまって、あ、こうなってしまって、こういう風になってしまってね、全然こうなってしまうから、ドライバーが上がらない、飛ばない、苦手。これは僕が本当に長年なってたことです。インパクトに、この、僕はこれ今ね、重度のドライバーをしっかり重度で当てることを意識します。インパクトでね。 しっかり柔度で、こう、当てることを意識することは結構意識します。でも、これ見てくださいね。インパクトで、こう、重度に、こう、当てる意識ですよね。すると、皆さんどうですかそっちから見て。僕が言うね、この辛い位置感出てると思うんですよ。辛い位置感ですね。以前動画でも言ってるようにね、インパクトは辛い位置。合わすことによって、ボールを飛ばすためには、ボールスピードが大事だっていうことをお伝えしましたね。っていうことは、このロフトをちゃんと作るぞっていうことは、 この辛い位置がしっかりできるし、かつ、まっすぐ当てを、ロフトを作ろうとすると、手元が止まるから、ヘッドが走りやすくなって、ヘッドスピードを出せるっていうことになってくるんですね。よくね、皆さんね、このロフトをしっかりこうつけるっていうこと、意識全くなくてね、振ろうと思うから、手元ばっかり出てしまうんですよ。これよくね、ちょっとこう練習の知識のある人ってね、手元が動きするから止めて打とうと言ってするんですけども、実際止めて打ってもね、実際なかなかこう、ロフトは立ちやすいので、 してしてもね、インパクトでちゃんとロフトをこう作るっていうことですね。これを着してもらうことによって、しっかりこうインパクト、ロフトを作るっていうことにして、このままからずっとやって、っていうだけでも、結構ボールっていうのはピュンとこう、所属が出てくれますし、あのボー、ボールスピードも出てくるんで、飛距離に繋がりやすい。やはりね、今のクラブは以前の動画でもお伝えしましたけども、あのー、ボールが、あの、今のクラブっていうのはやっぱりスピン量が少なくて、上がりにくくて、 スピン量が上がりにくいっていうところになってくる。上がりにくくてスピン量が少ないっていう設計になってきてるんで、こういうふうにスイングの中で、いかにロフトを作ってボールを上げれる技術を入れることによって、今のクラブの恩恵を受けれるっていうことですね。だから、インパクトでしっかりずっとやって、インパクトはちゃんとロフトを作ってこう当たってるかなっていう、こういうふうなシャドースイングのい,いです。こういうふうにやってもらうことによって、インパクトのロフトを作るっていうことによって、 クラブの特性化して、こういうふうに行くと、高い球で、高弾道で低スピンの球を打ってくるが、結果飛ぶっていうことですね。今のクラブっていうのは本当に、こういうふうにちゃんと球を上げれる要素をスイングの中に入れていかなきゃいけない。そのためには、インパクトにロフトを作るっていうことですね。こういうふうな技術を皆さんしてない方が多いんで、今のドライバーが難しいっていうところになってくるんですよね。はい。 でね、これはね、ちょっとね、こう、余談というかね、えー、仕組みに、ボールを飛ぶ仕組みになってくるんですけども、さっきね、インパクトでしっかりね、ロフトを作って打つっていうことをしましたよね。まあ、10度のクラブをしっかり10度で戻してくれるようにする。そうすることによって、このつらい時感があってきて、ロフトもちゃんとできるんで、ボールスピードが、ロフトインパクトでロフトをしっかり作るっていうことをすることによって、ボールスピードが。 これだけでも十分ボールスピードが出てるし、今でもね、レンジボールでですけど、ボールスピードも、エッドスピード51から、ボールスピードは71.8まで上がってます。はい。こういう風にね、ボールスピードも出しやすいんですよね。やはり皆さんね、早く振れば本当に飛ぶっていうのなく、いつも言うね、飛距離を出すためにはボールスピードだっていうことを言ってますよね。だから、インパクトで、こう、ロフトをね、しっかりこう、作るっていう意識が、 皆さんの余計な手元をこう動いてしまう。皆さんのこのドライバーを苦手に要因とする手元が動いてしまってハンドファーストが強いっていうことを軽減できるっていうところになってくるっていうことですね。あくまでも何回も言いますけども、インパクトでロフトを作るっていうこの感じですよね。はい。で、このためのミソとすれば何かってなってくると、右腕の使い方がすごく大事です。結構ね、右腕を絞るとか、右を溜めるとかね、いますけど、 いりませんというのも、あくまでも円運動なんで、伸びたものがそのまま戻ってくるっていう感覚が一番シンプルだし、分かりやすいし、遠心力、吸心力を出しやすい。そのためにも、右腕一本でクラブを持っていただいて、バックスイン体から動いてきて、ヘッドが戻ってきて、インパクトを戻す。ね、右腕を上げて、このまま戻すような。以前動画でね、神話崩壊、右腕、右足の使い方で、右腕の使い方を言いましたけど、 右腕の使い方にはね、やっぱりこうやってインパクトでロフトをしっかり作るっていうことの役割もできるんですよね。左だとね、結構引っ張るっていうことになって手元が出ちゃってハンドファースト感が強くなっちゃうんで、ぜひともね、右腕の感じでこうしっかりインパクトをこう作るっていうね、こういう風なイメージを持っていただくこと。だね、溜めるとか、もうね、右脇を締めるとかも、もういりません。難しい。難しいだけや。 右腕を伸びたままからスイングすることによって円運動がしっかりできてくるんで、このね、本当に溜めるとか全然しなく、これは勝手に溜まるもんなんで、自分でしなくてもこのままからずーっとやって、っていうだけでもね、十分ボールっていうのはポーンと高い球で飛んでくれますから、はい。で、スピードも出てくるんでね。ぜひともこういう風な右腕の使い方で、インパクトのロフト作りですよね。しっかりこうやってインパクトこう、ロフトを作るっていうことをね、しあってもらうと、やっぱりもう皆さんの球も、 ね、球も上がりやすくなってくるし、ドライバーの曲がりも少なくなってきますからね。ぜひともね、こういうところの頭に入れてもらった方がいいです。で、余談なんですけども、ドライバーのロフトって立った方が飛ぶんじゃないのみたいなね。ロフトが立ってるやつの方が飛ぶよねっていうふうに言うんですけど、その仕組みをね、ちょっと説明したいと思います。僕は今ね、10.5度です。 10.5のドライバーを正直、まあ、インパクトでは、イメージですよ。10.5をそうですね、11度から12度になって当ててる気分で打ってます。はみたいな話ですね。10.5のドライバーをだいたいインパクトで11度から12度ぐらいでなって当ててる気分10。10度のクラブを11度から12度当ててる気分で打ちます。これ打ちますね。 その気分で打ちますよ。このままからずっと上がってきて、っていう感じで打ってます。はい。今の球はちょっと上がってきますけどもね。で、ロフトの立ってるクラブが飛ぶ。ね、ドラゴン選手とかやったらね、5度とか6度を使って打ってます。そして打ち出し角をね、11度か12度ぐらいでするんですかね。やってます。あのね、何を言いたいかっ言うと、極端な例を言うと、ロフトが7度のクラブを10度で当てた、ロフト7度のクラブを え、10度で当てるのと、ロフト13度のクラブを10度で当てるの。では、どっちの方が飛んで曲がらないかって言ったら、7度のロフトを10度で当てる方が、スイングの仕組み的にもいいです。っていうのも、さっきね、まあ、これをもし、このクラブが7度としましょう。7度のドライバーをインパクト10度ですると、7度のクラブをインパクト10度にする感覚っていうのは、体も、 左に寄ることもなく、手元も左に寄ることもなく、打つことをするんですよね。それをかつ、そしてダウンスイングの軌道も、このまま行って、ローツするから、ロフト付けをつけようとすると、インパクトもこういう風な感じになってくるんで、スい位置の感じもできるし、ボールスピードも出しやすい体勢になります。このままからの、この感じね。このままからずっとあってきて、という感じだったら、ボールスピードも出しやすい体勢になります。 今のでも、ざっとね、その体勢作りを作っただけでも、ね、ボールスピードも71.1。ね、レンジボールで打ってます。コース級やったら73ぐらい出てますね。で、ヘッドスピン50ぐらい出てます。はい。こういう風に、インパクトでロフトを作るっていうことは、ボールを飛ばす体勢になれるっていうことなんですよね。それが逆に、さっき言ったようにね、ロフト13度のクラブを10度で当てようと思うと何が起きるかって言うと、 10度のえー、10、もしこれが13度としたらね、当てようと。やっぱりちょっとロフトをこう立てなきゃいけないんですよね。こう立てなきゃいけないわけですね。そしたら、これ何が起きるかって言ったら、そっち側ら,ら見たらわかるんですけど、ちょっと手元がこっちに動きますよね。これ、ロフトを、えー、もともと13度のクラブを10度にしようと思って、こうはならないですからね。こうはならないですからね。13度のやつを10度に当てようと思ったら、ロフトを立てようとしたら、こうなってくるから、 どうですかね手元が左移動するのと、体の左も体重、体も左に移動しやすくなるっていうこと。こうすることによって、手元自身、体もこっち寄ってくるから、吸収力がなくなるわけですよ。吸収力とはね、ここで止まってるのに対して、ヘッドスピンでこう支えてる力ですよね。はい。これがヘッドを、ロフトを作ろうという感じがあるから、このままから、 広告動作があるから、いつも言うようにね。スピードがロスし、エネルギーロスがするってことです。まあ、これはね、みんながみんなこうとは言えないですけど、アマチュアの方は大半、これですごくロスしてます。えー、っとね、この前のレッスンした人もね、あのもう、ハンドファーストで打たなあかんのちゃうのつっ,ってね、アドレスで、もう9番アイアンなんですけどね、アドレスで7番アイアンぐらいに構えて、インパクトの時にもう5番アイアンぐらいで当たってるぐらい手元が動いて、全然飛ばへん。ね、ハンドファーストで打たなあかんのちゃうの いやいや、こういう風な運動になってますから、っていうことで。だからこれを例えば僕がね、この感じで、もしこれが13度としてインパクトをね、10度を作ってこう打とうとします。この感じから、インパクト、この形で打とうとします。この感じから、こう打ちますね。こういう風にね、こう打ちます。はい。そういう風な、このことをすると、そちらから見たらわかると思うんですが、わかると思うんですが、結構ね、寄ってる動作があるし、 寄ってる動作で、クランも結構インサイドから来てるような。もう一回行きますね。こう,いうインパクト、こういう風な感じを持つと、このまま、こう変わるんで、やっぱりボールも当然ロフトを立てるから低くなるし、ね、上がらなくなるし、そして、やっぱりスピードもね、ヘッドスピードも極端に落ちて48ぐらいになって、ボールスピードも67ぐらいまで落ちます。はい。これ当然です。はい。理屈的にね。 だから、そういうふうにインパクトをロフトを作るっていう体制作りは、しっかりとした、ね、えー、さっき言ったように、その13度のクラブを10度で立てて打つより、ね、もともと7度のクラブを10度で作って打った方が、この体勢が作りやすいっていことですよね。やっぱり前でもね、あの、ボールが飛ばなくなる、9割のゴルファーが飛ばなくなる動画でも言いましたけども、やっぱりこういうふうにすることによって、しっかりロフトを作れることは自分の体も こっちに引っ張る動作にもなってきますから、ロフトを作ろうと思ったこれはもう皆さんがこのアドレスからロフトをしっかり作って打とうと思ったら、絶対ちょっと右に残りながら、左に乗ることもなくできてくるんで、これは皆さんが変われることですから。だからこれがしっかりこのロフトをね、インパクトをこう作って打つ。なんなら僕これほんまに10度ですけど、今、そしたら14度ぐらいで打っています。これぐらいの感じで14度ぐらいで打っていますよ。これすると、 という感じすると、今でも多分めっちゃ上がってるんですけどね。はい。めっちゃ上がってるんですけど、そういう風に上がって打つっていうことは飛ばす要素にもなってくるから、今でもボールスピードはまあ70ぐらいですけどね、出てます。そういう風にしっかりやっていくことによって、皆さんの手元も流れることなく動いてきてヘッドスピードも出せるんで、そういう風に皆さんのインパクトですね、しっかりロフトをつけて打つっていうことによって、っていうことによってね、やっぱり このロフトがしっかりできるからこそヘッドも走り、こう、この体勢で打つからこそヘッドも走りやすい。手元も動かない。こっちから見てもね、グリップエンドがしっかりこう見えてくる動作になってきます。はい。そういう風になってくることによってね、より、あの、ボールスピードも出していけるんで、より皆さんのね、ボールが苦手な感覚とかにもなって、あの、苦手なこともね、少なく今の感じでもね、やっぱりこう、まあ、ヘッドスピードはまあ50ぐらいですけど、まあ、ボールスピードは70.9。 まあ、レンジボールやったらあと2 73ぐらい出てますね。73っていうことは、かける4段、290ちょっと出てます。これは僕もね、本当にドライバーが苦手な時に、なんとかして飛ばそうと思ってね、本当に、こう、ボールに対して、ボールに対してね、本当こう、なんとかして飛ばそうと思って、本当に、こういうふうにね、やってました。これ、勝手にね、ロフトを立てる動作もしてたりしてたんですけども、こういうふうにしっかりロフトを作るっていう意識を持つことによってね、 僕自身も遠心力と吸心力、重力を使って、やっぱりこのね、僕で言うね、この辛い時間をしっかりやることによって、何よりドライバーでもフェースにボールが乗ったような感覚になってくるんで、これでボールがね、飛んで曲がらないっていうところにもなってくるんで、ぜひともね、このインパクトでロフトができるっていうことをね、作るっていうことをすることによって、よりね、皆さんの遠心力と吸心力を使って、よりボールを高い球で、高い球で飛距離で出るものようになってくるんで、ぜひこれも参考にしてみてください。 シンディゴルフこれ今日はねドライバーでロフトを意識してロフトを作って打つっていうことです。ぜひともインパクトからね繰り返し反復でねこういうふうな練習していただくと皆さんのドライバーが得意なくね。ぜひ参考にしてみてください。ありがとういよし。 ちょっとロフトを立てようかなもいいんじゃないかないフトを立てようかなロフトを立てた方がいいかなでもこのロフトな立てるってわ合わせるっていうのは難しいけどこういうところ辛いチームできるからな最後は思いっきりロフトを立てみたいな よっし、ゃ、これいったんじゃういい感じです。スピード50じゃん。OR72.2。エンジボールなら74ぐらいですね。ね距離は体力なく。知識と技術です。あれでしょ